変な男たちにつけられてんの。助けてください。うん、ご記者に答えましょう。さあ、あ、女の方一緒に来てもらおうか。うん、貴様、うん、抵抗はやめろ。公務執行妨害、罪は重くなると。公務執行妨害、それじゃあんたたち刑事さん。いや失礼、とぼけるな。お前あの女の紐か、それとも女を操る大どもの手下か。ちょっとちょっと、税金を勘納してる善良な富を侮辱するつもりですか。黙れ。さあ一緒に来てもらおう。逮捕の理由は麻薬常習並びに売春容疑者の逃亡を貫通させ公務執行妨害を行った罪だ。ああ長くと覚えきれない、暗記に弱くってね。住所、氏名、年齢、職業、なぜ言わん。それ言えないよね。俺たち警察と張り合ってる中だもんな。黙秘権か。まあいいだろう、喋る気になるまでゆっくり泊まってってもらおうか。3食付き宿泊無料、結構ですよ。おまけに天然式冷房付きだ、結構ですね。入った冷え性なんだよ。やれ、また殺せ。応答してください。どうぞ。人間並びに物的収穫ゼロ。